お寿司来ました。いただきます。うまっ。冷やます。マグロちゃん、美味しそうなマグロちゃんが食べられた。本当にうまい。このクオリティで3個ついて150円はどやすいです。ごちそうさまでした。ごちでした。めっちゃうまかったね。西成突入です。はい、西成で結構有名な山木さんに行こうと思っています。はい、こっちです。おー、レッツラゴーレッツラゴー。テイクアウトもできてその場で飲めるみたいな感じやと思う。おお、うん、ここはね、なんかホルモンかなで串に刺して提供してるみたいなんで、ここでも串をしっかりテイクアウトしていこうと思います。はい、待ちます。おお、近い。やだ。買いました。はい。食べましょう。行くぜ。行くぜ。レッツラゴー。レッツラゴー。なんか西成の初めて来たけど、個性あふれる人がたくさんいるな。髪の毛長かったな。確かにめっちゃ長かった。この中どれでも50円だって。50円、2貫持ってる。おかしい。金を出せ。不審者がいました。金を出せ。財布で不審者してるけど。最後は満腹さんで親子丼400円を買いました。食べ歩き、今から食べます。満腹になります。山木さんで買ったホルモン串を食べます。おい、こちらです。いただきます。うまい。お、私の味好み。味が濃いですね。目隠しにしません。ごちそうさまでした。満腹さんの親子丼400円でこのクオリティ、でかっ。めっちゃでかくない？でかい。その場で作ってくれました。これはだいたい5分ぐらい作ってくれました。うまい。うまい。あ、これうまいわ。親子丼しっかり味もついて染みてて、何よりボリューミー。ボリューミー、ね、しっかり肉も具沢山です。アクセントのネギが美味です。どうぞ。どうでしょう。うまい。ごちです。ごちそうさまでした。あ、断然スターの方が出たい。どう。はい、というわけで今日は西成を食べ歩きしてみました。山木さんと満腹屋さんに行ってきました。
お寿司と山木さんのホルモン串とお弁当だけで850円だったので、なんとなんと1000円あったらお腹いっぱいになる食べ歩きプランでした。イエーイ。また西成はね、食べ歩きしてみたいと思います。はい、はい、というわけで今日もおいしくごちそうさまでした。おつはるまーん。おつ、またね。グッバイグッバイ君の運命の人。剣に引っかかるんだよ。バイバイ。次は？なんて？またせ。顔が丸い。はい。あ。優しい。顔丸いでしょって。口の中にまだ入ってるのって言ったの。